感じで中とモニターを見ながら CT を通ります。診療放射線技師の石倉良一さんです。島根県立中央病院にはおよそ30人の診療放射線技師がいて日々業務に当たっています。この輪切りになった画像だけでは輪切りの情報しか得られていません。ただこれを細かく取ることによってこちらの3次元の画像に変換することができます。3次元で取った情報ですので3次元的に見て確認することもできます。医師、歯科医師の指示のもと放射線を患者さんに当てて検査するのが放射線技師の仕事になってます。主に一般撮影、これがレントゲンに当たるものです。 X 線、CT、MRI、血管撮影検査、核医学検査、放射線治療などがあります。一つのことを集中してできる仕事をしたいなというふうに思ってましたので自分に合ってるんじゃないかなと思って放射線技師を選びました。診療放射線技師の仕事の一つに装置の管理があります。患者に CT を使用する前に患者に見立てた水を使って点検を行います。最初の患者さんが最初の検査にならないようにそれ専用のファントムを使って画質が正確に確保されているかの確認を行っています。これが実際撮れた画像です。もし装置に不具合がある場合はこの辺縁が見えないであったり本来はあるべきでない線が発生したりします。まず確実に水で確認して今日も装置が正常に動いていることを朝確認して管理をしています。石倉さんはこの日ハイブリッド手術室にいました。ハイブリッド手術室に携わる診療放射線技師は10人程度で中でも石倉さんは中心的な役割を果たしています。今回担当するのが大動脈瘤の手術です。体の中というのは全く地図のない世界なんですけど実際この図前に撮った心臓から大動脈にかけての CT を使って設計図を作ってあげることで今から進んでいく道というのをあらかじめ見せてあげることができるようになりました。で設計図を書くことによってスムーズな進行ができるような準備を行っています。実際先生見ながらやられる感じですか？そうですね、実際この絵の上にこの絵が重なって表示される。手術前石倉さんは準備に余念がありません。ハイブリッド室では知識がおぼつかないことがあるとすぐにそこで寝ている患者さんに影響が出てくるということがありますので特にハイブリッド室の業務では正確に確実にをモットーにやっています。術者が思った時にそこにあるやってほしいと思った時にはもうすでにそこにあるようなイメージで気づいた時にはできているっていうのがやっぱり理想ではないかなというふうに思ってます。最後に今後の目標について聞きました。最近影響を受けた書籍の中に堀江貴文氏の多動力という本がありました。多動力の中では3つ以上の肩書きを持つことによって100万人に1人の人間になろう、これはいいなと思うものを取り込んでいき、これはいらないなと思ったことはどんどん捨てていく、これをどんどん繰り返していくことによって、より代わりの効かない人材になっていくっていうことが重要ではないかなと思います。この職業についてとても思いました。